はい。こんにちは。長谷川さきです。先日ですね、ちらっと、まあ、あの、リークというところでお話をした、ビーボのですね、コンセプトスマートフォン。まあ、Apex。これのまあ、2020年版ですね。Apex2020。こちらはですね、正式に発表されました。 コンセプトスマートフォンなので、製品として実際に発売するものではないんですけども、まあ、ビーボの技術が結集されて、実際に動くものとしては出来上がっていると、こういうものはできてますよっていう、ビーボの技術力を見せるスマートフォンというところになっています。で、まあ、このコンセプトスマートフォンに搭載されていってる機能を、まあ、順々に、あの、製品、 化していくというところも、まあ、あの、流れとしては組まれているものですね。まあ、どのタイミングでっていうのは全く明言はされないですし、まあお、おくらいになることもあるとは思うんですけども、なかなか面白い機能がね、搭載されている a p e x 2 0 2 0が発表されたというところです。で、前回の動画でもお話ししたので、記憶にある方は、ま、ね、何か、 うん、興味を持たれてたと思うんですが、ジンバルカメラですよね、まずね。これがね、しっかりとね、リーク通り、搭載というところなんですよ。あのー、手ブれ補正機能って、まあそ、電子的なね、そのソフトウェアでまあやるっていうところと、あとは光学式で手ブれ補正やるっていうのは、スマートフォンでも実際にもうい,いくつもの製品で達成されてますけど、 まるでもう本当にジンバルのように、こういうブレっていうわけじゃなくて、この回転も抑えるカメラモジュールがもうなんか独立して動いてるっていうものができてる。これね、ちょっと触ってみたい。<laughs> これ触ってみたいなっていうところですよ。で、まあこれの他にもう一つカメラ搭載していての、まあ二眼構成なので、 カメラの数としてはね、今のこの最新のスマートフォンの中で言うと、ちょっとね、寂しい感じに見えるかもしれないですけど、やっぱジンバルカメラはちょっと、世界初ですよ、ほらスマートフォンの、まあ、実機としてこう、搭載されてっていうのはね。だから、今回 MWC が中止になって、あの、本当にこの APEX2020 を触れる人っていうのはもう極端に減っちゃったわけなんですけども、ちょっとさ、やっぱ残念にね、 感じますよね。で、もう一つ、このジンバルカメラとは別途でね、搭載されているのが、あのー、ペリスコカメラですよ。はい。えー、高額5倍から何点5倍に対応しているという、こう、ペリスコカメラ。ここもなかなか面白い感じになってますよね。1600万画素。ジンバルカメラは4800万画素。 これちょっとね、触ってみてっていう。ここだけでも思わせてくれるなっていうふうに思う。で、前回の動画ではですね、あの、まだ判明してなかったのでお話できなかったね。その他のスペックもいろいろと分かってきたんですけど、まずまあディスプレイ。はい。あの、インカメラが見えないですけども、カメラ、内蔵ですよ。ディスプレイの下にカメラを配置した。 ものというところですね、えー。あの、発売するものではないんですけども、ビーボさん、ね、しっかりとスマートフォンの形にして発表してきたというところですね。オッポだったり、シャオミだったりっていうのもやってますけども、ビーボもで。むしろもう、カチッとそのスマートフォンの形にして、 バーンって出したのは、まあ、あの、オッポなんかも展示したりね、してましたけども、なんかその先進的な技術を詰め込んだスマートフォンに、しっかりとこのディスプレイ内蔵というところで来るっていうのは、なかなかテンションこっちは上がるなというところです。で、その他の部分においてもですね、このディスプレイのこのサイド、うん、サイドですよ。こっちの、スマートフォンのサイド。 サイドを越えて、若干裏にかかるぐらいまで、こう、ディスプレイがこう回り込んでいってるんですね。えー、まあ、ビーボいわく120度。120度なんとかディスプレイって言ってましたけどこれもなかなかまあ面白い試みではあるかな。一応ね、まあもっとすごいものとしては、シャオミがミミックスアルファを発表していたりしますし、 まあ、エッジディスプレイの強化版みたいな、単純にね、イメージしてしまうとそうなっちゃうので、なかなかその、使い勝手だったりとかも含めてですね、あの、疑問に思う方もお腹にはいらっしゃるでしょうけども、まあ、これはもう、インターフェースの設計と、あとはその中のね、その、指がこう、指で持った時の、手で持った時の、その、やっぱ、なんだろうな、その、 ご検知防止の機能がどこまでしっかりされてるかとかそこにもよるので、俺はあんまりその、なんだろうな、ネガティブなところはちょっと考えないで、しっかりできてることを前提としてね、お話ししますけども、俺は結構いいと思ってるタイプなんですよ。あの、インターフェースの設計によるんです。だから、あの、うん、ギャラクシーの、 エッジディスプレイで嫌なのは、俺はやっぱその見てるコンテンツによっては、やってることによっては、ハイライトが走ってることが目障りだっていうところと、あとはまあ、俺が持ってるね、ギャラクシーノートシリーズなんかでは、ペン、ペンで使うときに、そのエッジ部分にこう、なんだろうな、ペンがこう入り、そっちまで書くときが、うん、すごく使いづらいんだと。 いうところなんですけど、これもやっぱだから、インターフェースで工夫されてればいいんですよ。ペンで書くにしても、エッジの本までかからない、なんかそのインターフェースの設計になってればいいし、あの、表示するところもそうなんですよ。だから、もっと細く表示されるように、単純にインターフェースが設計されていて、で、またその大画面を備えてますってアピールをしてるんだったら、その、若干今より細く、 自分細くなるにしても、そういうふうにその狭くなるっていう風に感じさせないように大型化してくるとかやればいいだけの話なんで。だからこのインターフェースの設計次第で、このエッジディスプレイでも別にいいって思えることにはなるのかなっていう風にあるので、だからこの APEX2020 もそこはそんなに心配してないですし、まあその5タッチの部分もとりあえずその B5 がしっかり対策を練ってるっていうところを前提としているので、そこは考えませんと。 逆に、あの、サイドの方まで、その、まあ、ディスプレイ、で、それソフトウェアでいろいろとこう、調整ができるっていうところの利点が出てくるので、まあ、あの、音量ボタンだったりとか、電源ボタン、まあまあ、スリープボタンっていうのかな、うん。電源ボタンはもう上の方につくでしょうから、上部のね、こっちの方につくでしょうから、その、サイドに関してはスリープボタンっていうところになると思いますけども、そういうものもですね、その、ユーザーの、まあ、指、 手、それぞれのサイズですね。によって、ボタンの配置ですよ。位置を調整できるようになるでしょうし、またはですね、今、物理的にアクションキーみたいなものを備えてるスマートフォンがそれぞれいっぱい出てきてます。左右に。左右に何かしらのアクションキーを設置して、まあ、そこになんか任意の機能を割り当てるみたいなのができてってますけども、そういうものを活用する、ですね。サイドに関しては、物理で、 あの、搭載すれば、それ以上でも以下でもないものしかできないですけども、ディスプレイとしてやっておけばですね、まあ、使わない人はなくせるし、だから、逆進のビクシビーボタンとか、もうそういうこともそうですけど、使わない人にとっては、ふと触れてしまう、握った時に押してしまったりとか、ねいい、なんか、映画とかを見たりとかして、たまたま押してしまったとかさ、かいい時にっていうのが、ある場合もあるじゃないですか。うん。だけど、 そのディスプレイでやっとけばなくしちゃうこともできるんでそういうボタンを逆にそういうものを使駆使してテクニカルに使いたいっていう人はむしろ1個以上のボタンを配置するってこともできるでしょうしあとはもちろんゲーミング仕様でもね横画面にした時にボタンをいくつか設定できるようになるっていうこともありますしまああとはその撮影の時でもねメニューメニューっていうかプレビュー画面のとこにメニュー キーとかそういうものがあることが嫌だという人は、このサイドのね、上下のところに何かしらのキーを割り当てるっていうところも考えられるから、インターフェースの、まあ、作り方ですよね、によってはですね、このサイドまでディスプレイがあることは、むしろ便利になっていくっていうことにもなるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。うん。だからまあ、俺は結構賛成派と。 いうところであります。その、ハイライトが走ったりする、その実仕様のところでの、その、あれが、本当にインターフェースを含めて、ちゃんと、こう、予防されてるというかね、そういうふうになってることが前提ですけど、あとは5タッチ。前提ではありますけども、いいところを考えると、そういうのが利点として出てくるので、うん、割と俺は好きですよっていうところになりますと。で、その他の、まあまあ、スマートフォンらしい、なんていうんですかね、スペックっていうところで言うとですね、 SoC、またはラムやストレージになりますけど、これはですね、今の最新のものということになってます。スナドラ865を搭載してますし、ラム容量は12ギガ。ストレージは2ゴロというところなんで、今のハイエンド機、はい。全然それに、あの、もう申し分ないものに。むしろまあ今これがトップでしょというようなものになってて、まあストレージは512とかね、1テラとかっていうのが、 あの、今後出てくるし、まあ、現状でも510人ありますけども、今の最高レベルができてるというところです。で、バッテリーがここらちょっと問題で、あの、60ワットの高速充電対応っていうところはいいんですよ。はい。で、これはですね、えっと、有線じゃなくて、ワイヤレス充電のみ。むしろ。ね、こう、近未来的ですよワ。ワイヤレス充電のみ対応なんですが充電方式としては。 有線での接続は対応してないコンセプトモデルです。で、そのワイヤレス充電なのにもかかわらず、60ワットの高速充電に対応してるんですよ。だからものすごい化け物ではあるんです。はい。ええー、っていう、若干心配にもなるようなものになってるんですけども、この構成だとザーすごいです。結構ね、本当に製品化してほしいよって思うんですけど、ただバッテリー容量の方が問題で、2000mAh なんですよ。 ここがね、はい。2000ミリじゃ絶対1日持たないっす。はい、そもそもで、ね、ディスプレイは普通のスマートフォンよりも大きい。物理キーで押さえるべきところを、もうディスプレイを表示させてソフトウェアで対応するっていうところが出てきてますし、カメラはカ,カメラでペリスコだのジンバルだのっていうのをね、搭載しちゃってたりとか。 もう、本当に、バッテリー消費っていうのを考えたら、2000ミリじゃ全然足りないですよ。うん。で、こうなっちゃってるんで、だからまあコンセプトなんでしょうね。まあもちろんその、例えばその、そうですね、不具合率であったりとか、もちろんコスト的なところであったりとか、ね、そこからなる、このスマートフォンの実際の価格、現実的なところで言ったりする、そういうところも出てきますし、 まだまだ問題があるところでの製品化はせずに、まあ、ビーボの技術力を見せるというところでのコンセプトスマートフォンということなんですけども、まあ、そういったちょっとね、まだ、あのー、やっぱ厳しい部分っていうのはあるんですが、2000ミリはちょっとね、全く実使用には耐えられないっていうところなんで、もしそのしっかりジンバルのカメラであったりとか、ディスプレイに関しても、 そのサイドにあるそのディスプレイのとこも含めて、かっつりもう、何の不満もなく使えるようなものになってたとしても、このバッテリーはもうどうしようもない。というところですからね。まあこれは製品ができないよねっていう。うん。とこですよ。うん、不具合率とかそういうね、内情的なところもさることながら、スペックのとこでもこのバッテリーが本当に致命的でありますから。うん、まあ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 。 こういう段階よねっていう。ただでも夢は見させてくれるような仕様になって出てきてるので、ビーボのスマートフォンは今後のものが楽しみにはなりますよね。一応ですね、その、まあ、ここ数ヶ月の間にもビ v ボさんはスマートフォンそれぞれ発表してたりとか、あとゲーミングスマートフォンもね、iQ3 なんかも、えー、やってたりするわけなんですけども、 他のそのトップメーカーと同じように、本当にこのカメラにもがっつり入り込んだりとか、ディスプレイの方はディスプレイでとかでできる技術力を持ってるってことはここで示せましたから、今後のね、そのゲーミングスマートフォンではないとこでのハイエンド機。ここをね、ビーボさんのスマートフォンにも期待していけるのかなと。ま、まずそのジンバルカメラはちょっと体験してみたいというふうには。 思うところであります。はい。あの、さ、サイドディスプレイに関しては、結局、インターフェースの、その、成熟度合いと、あの、並行して、あの、いい悪いっていうふうに、こう、なんていうんですか、評価をしていくものになりますから、まあ別に、現状でね、サイドまでディスプレイがなくても、全然普通のスマートフォンはね、心地よく使えてるじゃないですか。だから別に、あの、急を要さないという。 むしろまあやっぱ触ってみたいのはジンバルカメラですよ。ね。そこちょっとね、早々にフラグシップのスマートフォンにね、搭載してね、製品化してもらいたいなっていうふうに思います。はい。まあ,あとは本当にワイヤレス充電なんかも地味にやっぱワイヤレスで高速、あの優先並みの高速が達成できてくると、本当にあの、使うとき、普段使いのね、 生活の中ではすごく便利になるから、そこもやっぱ期待したいですよね。っていうところで、えー、Apex 2020 v i v o のコンセプトスマートフォンですが、正式に発表されたというところです。夢が詰まったスマートフォンでした。また見てな。バイバイ。